派遣委員の報告を聴取いたします。平山浩二君。1月18日鹿児島県および宮崎県において桜島および霧島山新燃岳の噴火による被害状況等の実情を調査してまいりました。参加者は松下新平委員長、牧山博恵理事、梶谷義人理事、小坂健二理事、鶴根マルティ委員、秋野幸三委員、渡辺貴雄委員、山下義樹委員および私平山浩二の9名であります。現地調査の概要をご報告いたします。まず桜島につきましては、平成23年に過去最高となる996回の爆発を起こし、平成24年に入ってもその活動を活発化させております。年間降灰量も平成23年は458万トンを記録し、平成22年の543万トンに続き大量の降灰が続く状況にあります。現地におきましては、鹿児島市役所において鹿児島市より桜島噴火及び降灰の状況について説明を受けるとともに、森鹿児島市長をはじめ桜島火山活動対策協議会のメンバーと意見交換を行いました。派遣委員から活動火山対策特別措置法の抜本的な見直しや火山活動の観測体制充実の必要性について意見が述べられたほか、桜島噴火の活発化による農業、観光、市民生活への影響、降灰除去車両の配備状況、漁港の降灰除去対策、降灰による健康への被害状況、高齢者世帯の行う宅地内降灰除去への支援、土壌改良の現状、プールクリーナーの配備状況等について説明を受けました。桜島火山活動対策協議会からは、老朽化の進む降灰除去車両の更新費用の補助率の加算へ、補助により購入する車両の納車期限の延長、車両の維持管理費用への補助、粒子の細かい降灰を効果的に除去するための車両改良の推進、学校の空調設備に対する支援の拡充、プールクリーナーの貸与の充実、降灰防除地域の指定要件の見直し等について要望が述べられました。なお、桜島火山活動対策協議会に対し2枚金を施行いたしました。ついで桜島島内の視察を行いました。まず京都大学防災研究所附属火山活動研究センターを訪問し、山本助教より桜島の火山活動の現状と今後について説明を受けました。説明によれば、観測行動における傾斜と歪みを高精度に観測すると、爆発的な噴火が起こる直前に変動することが分かっており、火山活動の予測に活用するとのことです。観測方法に関しては、坑道を掘る費用がかかり、簡単に設置できないことが課題であるとのことでありました。次いで、国土交通九州地方整備局大隅河川国道事務所が実施している黒髪川砂防堰堤を視察しました。視察した黒髪川は、砂防堰堤、導流堤等の砂防施設の整備が完成し、平成20年度からは直轄砂防管理河川として施設の維持管理を行っています。現地は噴火が続く昭和火口が間近に迫っており、火山からの膨大な量の土砂が堆積している状況でありました。この浚渫費用、養殖に被害をもたらす軽石の補足が課題であることとのことでありました。続いて霧島山新燃岳噴火の被害状況について現地調査を行いました。新燃岳は平成23年1月26日に約300年ぶりに本格的なマグマ噴火を起こし、噴石、降灰等により甚大な被害をもたらしました。その後、噴火の頻度は低下しておりますが、火山噴火予知連絡会によれば、本格的噴火により収縮した新燃岳北西のマグマだまりにマグマが供給が続いており、火山活動は再び活発化する恐れがあるとされております。現地におきましては、都城市役所において、長峰都城市長から新燃岳噴火の被害状況、降灰対策、土石流の発生に備えて発令した避難勧告による住民の避難状況等について説明を受けました。また、政府による支援が対応に大きな役割を果たしているとのことでありました。
その後、河野宮崎県知事及び前田霧島市長をはじめ、菅霧島会議のメンバーと意見交換を行いました。まず、菅霧島会議会長の霧島市長から、同会議が作成した霧島火山防災マップが、新燃岳噴火の際、応急対策を講ずる上で有効であったことが紹介されました。なお、同会議においては、新燃岳噴火の経験を踏まえて、マップの見直しが行われるとのことであります。菅霧島会議からは、降灰量の計測が十分でなかったことへの配慮、観光等への風評被害を防ぐための国の支援、噴火後増加した鹿及びイノシシの食害対策、高齢・小規模農家が多い地域における降灰地域安定対策事業の採択要件の緩和、ビニールハウスの張り替え費用への補助、避難道路・避難壕の整備、災害時の後方支援拠点整備、霧島山への観測体制の強化等について要望がなされました。そのほか、新燃岳噴火による農業・市民生活への影響、活動火山対策特別措置法の見直しの必要性、噴火による空振被害の状況及び復旧状況、被害の実情を踏まえたハザードマップや避難計画の見直し等について意見交換を行いました。なお、菅霧島会議に対し見舞い金を施行しました。いたしました。以上が調査の概要であります。桜島は長期にわたる噴火活動が続いており、新燃岳についても火山活動が長期化することが懸念されております。現地では現在も地域住民の生活に重大な影響が及んでおり、生活支援、生業支援等の被災者支援策をはじめ、長期的で継続的な対策の強化の必要性、また発災時に住民の避難につながる観測、監視体制の充実の必要性を強く認識した次第であります。最後に災害対応等でお忙しい中、本調査にご協力いただきました方々に厚く御礼を申し上げますとともに、被災された方々が一日も早く通常の生活を取り戻せるようお祈り申し上げまして、派遣報告といたします。ありがとうございました。次に、去る14日に行いました平成23年12月からの大雪による被害状況等の実情調査につきまして、派遣員の報告を聴取いたします。梶谷義人君。2月14日、青森県において、平成23年12月からの大雪による被害状況等の実情を調査してまいりました。参加者は、松下新平委員長、平山浩二理事、牧山博恵理事、小坂健二理事、加賀谷健委員、小宮山義晴委員、高橋千明委員、鶴根マルティ委員、ナタニア正義委員、吉川沙織委員、青木和彦委員、山崎努委員、若林健太委員、秋野幸三委員、上野博委員、山下義樹委員及び私、梶谷の17名でありました。現地調査の概要をご報告いたします。まず、青森空港において、青山副知事、鹿内青森市長、青森地方気象台及び県の関係部局から、今冬の大雪による被害状況の説明を聴取し、同副知事及び青森市長に対して見舞い金を施行した後、意見交換を行いました。青森県内では、12月から近年にないペースの降雪と、平年以上の寒気に見舞われ、記録的豪雨であった平成17年に匹敵する状況とのことであります。これにより死者11名、重傷者89名など224名の人的被害が生じ、そのうち屋根の雪下ろしなど除雪作業中の事故によるものが176名に達しております。また、パイプハウスを中心とした農業施設への被害も271件を数え、今後、雪解けの時期にかけて、リングの枝折れ被害も懸念されております。青森市では、同市で記録的な豪雪となった平成16年度に匹敵する積雪深を観測し、今年度の除排雪経費は当初予算の20億円をすでに5億円以上も上回り、
16年度の失効率を使用して積算すると、最終的に約20億円の不足が見込まれるとのことでした。市は幹線道路のみならず、生活道路の除排雪をも行う必要に迫られておりますが、国による補助の特例の対象となる、いわゆる雪管指定路線は、除雪される市道の6分の1に満たず、国の財政支援に対し、切なる要望がありました。また、除排雪用機材の貸し出しなどの制度的な支援や、雪下ろしの困難な家庭に対する支援体制の検討についても要望がありました。派遣委員との間では、2月1日から国道279号線等で発生した大雪による大渋滞の原因と課題、今冬の大雪による被害増大の原因、除雪中の事故に対する抜本的な対策、屋根への融雪装置設置の効果等について意見が交わされました。次に、弘前市日野口町の雪置き場を視察いたしました。視察した雪置き場は、岩木川の河川敷の、一角を冬の間、弘前市が国から借り受けているもので、約9万立方メートルの雪が高さ11メートルにわたって積み上げられていますが、雪解けの際に豪水を起こさぬよう、雪を1箇所ほどかけて崩して溶かす作業が必要であり、これに市が約3000万円を負担している実情などについて説明を受けました。続いて、弘前市消防本部において、葛西弘前市長から同市における豪雪の被害状況や対策について説明を聴取し、見舞い金を施行した後、意見交換を行いました。今冬の弘前市では、幹線道路のみならず、生活道路等の一切排雪も必要な状況となっており、当初予算の5億円から16億まで増加した除排雪経費を補正予算で措置しているため、国による財政支援が強く要望されました。また、機材や熟練オペレーターが不足する中で、除排雪実施体制を確保するため、業者への発注方法を工夫するとともに、学生ボランティアの活用を図り、緊急時には市職員自らが公務で除雪作業に当たっているとのことであります。派遣委員との間では、除雪に慣れた人材による除雪体制を制度化する必要性、公共事業の減少や建設業者の体力低下が除排雪に与える影響、リンゴ樹への被害に対する補償体制や枝の雪下ろしの際の課題、除排雪経費に対する国からの支援状況、過疎集落における除雪体制、通常の大雪と被害との線引きについての考え方、雪置き場の確保策、学校教育への影響等について意見が交わされました。その後、車中にて、県から除排雪の方法及び融雪工、防雪策の説明を受けた後、青森県五所川原合同庁舎において、平山五所川原市長から、同市における豪雪の被害状況や対策について説明を聴取し、見舞い金を施行した後、意見交換を行いました。五所川原市では、平年の除雪、除排雪予算が3億円程度であるのに対し、今年度は6億7000万円が見込まれ、2度の補正予算措置を講じているとのことであり、除排雪関連経費に対する財政支援をはじめとした各種対策について要望がありました。また、例年の雪では起こらないパイプハウスの倒壊が25棟発生しており、農業用除雪機の導入に対する国庫補助要件が豪雪地帯の事実上に即して緩和されるよう要望がありました。このほかにも、地吹雪による視界不良から来る交通障害など、日常生活への雪の影響は大きいとのことであります。派遣委員との間では、空き家対策の現状、
農業用ハウス被害に対する有効な対策方法、観測点における積雪深度、実態との乖離、現行の除排雪以外の有効な消雪方法、市民への情報提供手段、雪の活用等策等について意見が交わされました。最後に青森市の雪の道、浪岡にある観光りんご園を訪れ、りんご樹に対する大雪の影響について現場において説明を受けました。雪に埋もれた枝については、例年であればすでに行われている剪定作業に遅れが出ているとともに、雪解けの時期にかけて枝が雪に引っ張られて生じる枝折れの被害も懸念され、収穫量の減少が心配されているとのことでありました。以上が調査の概要であります。豪雪地帯の青森県にあっても、とりわけ今年の雪の状況は厳しいものであり、除排雪に関わる財政負担の増大に加え、除雪作業や交通障害による市民の疲労感も強く、地域経済や市民生活に多大な影響を与えております。今後、国の財政支援はもとより、雪処理を担う体制の構築、住宅の性能、道路交通管理など、ハード、ソフト両面からの雪に強い地域づくりを一層推進することが必要性を強く認識した次第であります。最後に大雪への対応等でお忙しい中、本調査にご協力をいただきました方々に厚くお礼を申し上げますとともに、地域の皆さんが一日も早く通常の生活を取り戻せるようお祈り申し上げて派遣報告といたします。以上をもちまして派遣員の報告は終了いたしました。